それすら貼るとか今はもう動かしちゃって大丈夫、大丈夫です、大丈夫ですか。あ、いやいや、その作るときに、あ、そう、うん、ちょっと接待的に弱いんですよね。まあ、今回合唱とかソリスト入ってますけど、その指揮者の希望とかいろいろ、その奏者の希望とかもちろんいろいろあるので、まあ、そういうのをこう取りまとめて、こうどういうふうにオーケストラとかを配置して、オーケストラっていうか、その例えばそのなんていうか楽器とかを配置していくかっていうプランを立てて、はい、それを実際にこう舞台を作っていくっていうのが一番大きな仕事なんですけど、人によってはこうすごく場所を広く取りたい人とか、あのもっと寄ってっていう希望があったりとか、あの、まあ、ちょっと見ていただいたら分かるんですけど、こう椅子をちょっと斜めに配置したい人とか、まあ、あの椅子でもいろいろ、この白いオーケストラの椅子とかピアノの背付きの椅子とか、はい、折りたための椅子とかいろいろ混じってると思うんですけど、はい、人によってはその椅子のリクエストもある人もいるんですよね。なるほどなるほど。極力答えられる限りは答えるようにはしてますけど、お芝居の方でもそうだと思いますけど、そのステージでパフォーマンスされる方がこう いいパフォーマンスをされて、お客様すごくたくさん拍手をいただいて、喜んでいただいて拍手をくださってっていうことがもちろんそのやりがいだと思うんですけど、やはり私自身がすごくその舞台というその空間がとても大好きなので、あのお芝居も大好きですし、音楽も好きですし、やはりその舞台を自分がその作る、自分の力がある程度こう舞台を作る助けになるっていうんでしょうか、になってるという、その自分自身が実感することが私はすごく楽しいですし、嬉しいことなので、演奏会コンサートの中に自分が関わってるという実感ですかね、まあ、すごく幸せに感じますね、やはり。
あの花粉症の季節で、あの毎年大体春さゆりさんの頃はあのぐじゅぐじゅしてる時期なのですけど、あのお花見のお花ついでにっていう方は失礼ですけど、コンサートとお花見をこう絡めて来てくださったりとか、あのしていただけるとすごく嬉しいなと、まあ、その東京のコンサートだけじゃなくてですね、春さゆりさんのコンサート含めて、やはりそのコンサートに行くっていうことがすごくこう、やっぱりどうしてもまだ敷居が高いとおっしゃる方たくさんいらっしゃるので、動物園とお花見とコンサートと全部あの一緒よっていうふうに思っていただけるいい機会にはなる。で実際その春斎さんも博物館とか美術館さんとかでコンサートやられたり、美術館行ったついでにコンサート弾いてみたいなお客さんもたくさんいらっしゃると思うので、そういうのの起爆剤になっていただけたらなとはすごく期待します。